第四次聖杯戦争か。実技課題としては、やや過酷すぎるかもしれんが、君より未熟な魔術師が、無事生還した例もある。安心したまえ。よろしい。それでは採点だ。ほうほう。悪くないじゃないか。その調子で頑張りたまえ。レポートの提出か。ああ。そこに置いといてくれたまえ。 私は今オンラインマッチで手が離せん。いや、こっちの話だ。気にするな。ところで取得単位を間違えていないだろうな。たまにいるんだ。そういううかつな生徒が。科目はきちんと確認しておくんだぞ。フィールドワークも時計塔では命がけだ。ま、魔術の研鑽を志すなら、当然のリスクだが。 死ぬより悲惨な結末にならないよう、せいぜい頑張りたまえ。やり遂げたか。ま、合格点といったところかな。ほうほう。大したものだ。その調子で頑張りたまえ。うん。それでは新しい課題だ。次は少々難題だぞ。 よろしい。それでは次の段階に進むとしよう。次は教室が変わるぞ。遅刻しないようにな。見事だ。君の奮闘で一つの運命が覆された。おめでとう。長い道のりだったが、本校はこれで終了だ。 来期は私のゼミに参加してみないかね。見込みのある生徒はいつでも歓迎だ。今期の講習は終わりだ。歩行はない。君の成績は、うん。まあ単位の取得には十分だと認めるしかないな。よくやった。受講証明書と修了証はきちんと受け取っているだろうな。 せっかく私の集中講座を受けたのだ。成果はきちんと後々に生かしたまえよ。今期の講習は終わりだ。君にとって実りある授業だったなら良いのだが、教室に忘れ物などしないように。